はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画はこちらです。書き方編、基本からわかる、もう青色申告決算書の書き方について、1枚目を今日は一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。本日の目次についてなんですけど、まず一つ目、記入する前に知っておきたいこと、まあ、記入する前に知っておきたい知識を紹介します。そして実際に、青色申告決算書の1枚目の書き方を一緒に記入していきましょう。そして最後にまとめとポイント、注意点ですね、を最後にしますので、動画最後までぜひご覧になってください。はい、それでは今日は青色申告決算書の書き方について1枚目を一緒にやっていきます。本日の目次はこのように進んでいきます。記入する前に知っておきたいことを説明しておきます。まず青色申告についてなんですけど、今回皆さんがされるこの事業所得というものに該当します。事業所得というのはどういうものかと言いますと、自営業の方やフリーランスの方が該当します。ですので、自営業の方やフリーランスの方はこの用紙、青色申告の方はこの用紙、今から紹介する用紙を記入していくっていうことになります。そしてお店というのは、まあ、ビジネスというのはずっとこう毎日ね、開けて閉めて開けて閉めてって続いていくもんなんですけど、切りがいいよねっていうことでバスッと切ります。それも切った期間が今年でしたら令和2年度の1月1日から12月の31日を1期、まあ、1つの期とします。この1月1日から12月31日のあなたのお店のビジネスの動き、利益がどれくらいありましたかっていうのをまとめて、3月15日までに書類として税務署に提出するというのが、これが確定申告になるんですね。で、次、集計方法についてなんですけど、集計方法は会計ソフトを使ってもいいですし、手書きでつけてる方、まあ、それぞれね、集計方法はどの方法を使ってもらっても構いません。とにかくね、自分のビジネスが1年間どんな動きをしましたかというのを用紙に書いて提出するのが確定申告となっております。それではね、その用紙を書く前にもう一つ、どうやって税金が出しているかと言いますと、簡単にざっくりいくと、1年間の売上からかかった1年間の経費を引くと利益が出るんですね。この利益に対して税率をかけて税金の金額が決まります。表にしているのがこれから一緒に皆さんと一緒に書いていく用紙になります。その用紙がこちらです。皆さんね、見たことあるかと思います。まあ、今年ね、確定申告初めてって方はね、初めて見る用紙かもしれませんが、今まで何回かされてることは、まあ、いつもおなじみの用紙になります。で、こちらの用紙なんですけども、裏表で合わせて4枚になります。そこで今日はね、この用紙の1枚目の書き方を紹介したいと思います。この用紙で売上がいくらありました、経費がいくらかかりました、で引いたらここに利益がこんだけですよ、今年の利益所得がこんだけですよっていう風に書いているのがこの用紙の1枚目になります。これをね、ちょっとね、頭に入れていて進んでやっていくのと、全くなんか今何してるんだろう私っていう風な感じでやっていくのとはちょっと理解度が変わってきますので、何を一体この用紙を書いているかっていうと、あなたのビジネスの1年の動きがどうでしたかというのを聞いてきています。それではね、一緒に記入をしていきましょう。まずですけど、ちょっとすいません、この用紙が今ちょっと私手元にあるものがちょっと平成のものなんですけど、新しいものはきっと令和って記入してあると思います。すいません。で、何年度の、申告書になりますかと聞いてきますので、ここに02年度を出すので02年度と書きます。そしてここに住所ですね、これは自分の住所、そして事業所、まあ、お店の住所が別だよ、住民票の住所と別だよっていう方、ここにお店の住所を書きます。そして次、業種です。業種はサービス業とか飲食業、あなたの職業、ビジネスの業種を書いてください。そして屋号ってあるんですけど、ここは開業届に出したお店の名前があるかと思うんですね。お店の名前を記入します。もし開業届にね、お店の名前、屋号を書かなかったって方は空欄で構いませんし、個人名のね、ほんとフルネームで活動してるっていうかね、フリーランスしてて、個人名で活動してるって方は屋号ないと思いますので、その場合は記入しなくて飛ばして OK です。そしてこちらに名前とフリーガナと、この印鑑は必ず忘れないように押してください。そして、次ですね。電話番号です。これは自宅のものでもいいですし、事業所、お店の番号でもいいですし、両方書いてもいいですし、片方でもいいですし、携帯でも構いません。OK です。ただ、ここに書いた住所に、もし税務署から問い合わせがある場合は、ここの電話にかかってくるということだけ頭に入れておいてください。そして、加入団体名は、加入している団体がある方は記入しますけど、ない方は記入しなくていいので飛ばしてください。そして、この依頼税理士等なんですけど、こちらは、税理士にね、依頼をされている方、もしくは税理士の先生がご自分で
書くところになるので税理士依頼されてないっていう方は飛ばして空欄で構いません。そしてこちらが提出日ですね。ここは提出日になります。提出申告を出す日ですねを書きます。だからここだったら令和3年度の、まあ、何日になるかと思います。そしてここはあなたのビジネスの期間を書きます。先ほど言ったように、ビジネスというのは1月1日から12月31日で1期として見ますので、こちらは要は01の01から12月の31というふうに記入をすることになります。こちらね、もしね開業が期の途中でね、まあ、お店オープンしたのが期の途中で5月からなんですって方は5月の1日から12月の31日というふうに記入すれば大丈夫です。ここはね特に飛ばしていただいて構いません。そして実際にここにあなたのビジネスの売上が1年いくらでしたか、経費がいくらかかってますかっていうのを聞いてきます。ですので今回サンプルの数字を用意いたしました。では順番に書いていきたいと思います。売上が800万になりますので、あなたの売上は今年800万と出ましたとなったらここに書きます、うん、ですね。で、機種商品が50万円でした。そして今年の仕入れ1年分が150万円仕入れをしました。次ですね、ここ合計商計を取ります。だから200ですね。棚卸ですね、期末にいくら商品が残ってるか、売り残りがいくらあるかって言ったら50でした。そして差し引きします。そしたら800の売上からこの仕入れのね棚卸をした150万円を1-6なので引きます。そうすると650万ですね。租税効果が10万円、荷造り運賃は今回この方はゼロでした。租税効果が10万円、荷造り運賃はゼロでした。で、そして水道光熱ですね、電気ガス水道がいくらかかったかっていうと10万円かかりましたと。じゃあ次、旅費交通費いくらかかりましたかって、これも10万円でしたと。次、通信費ですね、年間20万円だったとします。次、広告宣伝費ですね、これお店に関する PR するものは全てここの科目です。あのね、この勘定科目については以前動画でもね一つ一つ紹介してる大学がかなり昔の動画なんですけどあるので、あの気になる方はぜひそちらの方を見てから記入していただけるとスムーズだと思います。で、接待交際費がまあ20万円でしたと。そしたら接待交際費のところに集計額を入れます。そして損害保険料、損害保険料今回ゼロだとします。そして修繕費、今回修繕かかりませんでしたこの方は。そして次、消耗品が40、そして減価償却がこの方ね50万円でしたと。福利厚生費はゼロ、かかってないです。給料がね誰かもアルバイトの子でも雇っていたとして40万円年間かかってましたよと。そして外注工賃はないです。外注工賃利子割引料が5万円でした。仕事に関しての借入金がある方はその借入金の利子が経費になるので、それは利子割引料になりますのでこちらの方で5万円でしたと。で、家賃ですね、まあなんかオフィスか何かお店を借りていて家賃が年間40万でした。貸し倒れ金はねほとんどの方されてる方今いないと思うのでここはゼロ無視で OK です。そしてねここまで行きましたらこの科目を自由に作れる欄っていうのがあるんですよ。ここは自分で作った科目を入れて構わないっていう欄になります。この方ね車両費があったので車両費、まあ、燃料費と一緒に車両費する方もいれば車両費と燃料費を分けて、まあ、要はガソリン代がたくさんね車が何台もあってあるって方は車両費と燃料費分けて入れる方もいます。この方はまあ車両費、まあ、燃料費も込めてってことですね。そうするとここの空欄に自分のね作った科目を入れていただいて15で支払い手数料が5万円かかってますと。で、雑費ですね、まあねどこにも該当しない科目で、まあ、1年に 1,2 回しか出ないかなっていうのは雑費に振り分けていいんですけど、これが10万円でしたと。そうするとここの経費がねこっからここまで合わせて合計いくらになりますかっていうのを32番でね聞いてきます。それが何かと言いますと、さっきの表で言うと今ここが出たわけですね。経費いくらでしたかって、売上が800万というふうに分かったわけです。285万円になるかと思います。そしてここの売上からね棚卸しを引いた650万円から285万円を差し引きます。売上からかかった経費を引いてるっていうことですね。すると365万円になるかと思います。そしてこちら行きまして、まあね、貸し倒れ引き当て金は今ねする方あまりいないので書かなくて OK です。で、先住者給与がもしある方はね、先住者給与がある方はこちらに記入してください。今回のケースではないというふうに考えます。そうして合計するとここに青色申告のまあ、特別控除の前、引く前の金額を聞いてきますので、そのまま今回ここはないのでここがこのままスライドしてこの数字になりますね。で、今回青色申告控除が65万円、まあ、e-tax でしたってことですね。今回 e-tax しないと今年から55万円に下がりますのでお気をつけください。今回この方 e-tax、まあ、今手で書いてますけど e-tax をしたということで65万円控除をもらうという前提にします。65万円どうなるんですかっていうのこちらも動画以前出しておりますので、ぜひそちらの方でチェックしていただけると嬉しいです。360から65万円を引くとちょうどね、所得はじゃあね、あなたの所得は300万円ですよって出ます。そうするとこの表によって何ができたかというと、
こういうことですよね。1年間の売上から経費を引いて利益が300残ったっていう風に1枚目を記入することで、あなたの1年間の所得、まあ利益が出るわけです。これを書いているのが1枚目になります。こちらはね、あの丸い数字サンプルですので、実際ね、皆さんはね、あのこんな綺麗な数字じゃなく、もっと細かく数字が出るかと思います。このね、集計するのが本当大変なのでね、皆さん頑張ってください、集計。はい、最後にまとめです。申告準備ね、いよいよこれから確定申告シーズンが来ますので、申告準備はお早めに。で、ね、集計については会計ソフトに任せると本当に楽です。自動的にね、先ほどの集計を入力するだけで、ここの合計額はバッともう会計ソフトが出してきてくれますので、会計ソフトは楽です。これはね、どの会計ソフトがいいのかっていうのは、税理士おすすめ会計ソフトっていう動画を撮っておりますので、そちらの方ぜひご覧になってください。そして終わらせてさっさと本業に専念しましょう。もうね、3月の15日ギリギリに確定申告書を出すと、1月2月3月分の帳簿が令和3年度分が溜まってるっていう状態になってしまうんですよね。なので、申告準備を早めに余裕を持って終わらせて本業に専念して、今年のね、令和3年度のビジネスどうやってやっていこうとか、こういう風にことしたいよねっていう風に前向きにビジネスを進めていけるともういいかと思うので、ぜひね、この動画で勉強していただいて、スムーズに確定申告を終わらせるようお手伝いができるといいなと思い、今回の動画作っておりますので、ぜひね、またこれから2枚目3枚目という風に紹介していきますので、ぜひこの確定申告シリーズの動画合わせて見ていただけると嬉しいです。はい、私はオンラインサロンの方を運営しています。オンライン上で税理士を味方につけるということでね、あの税理士まだつけるまでじゃないんだけどとか、でもやっぱり聞きたいこと、質問したいこと、相談したいことってあるじゃないですか。顧問料に比べたら圧倒的に安い値段の月額制、完全会員制で、税金や経理、ビジネスの情報を Facebook の非公開グループで投稿しています。質問や相談も OK ですし、定期的に Zoom 会議を開催しておりますので、そこでメンバー皆さんと私とコミュニケーションを取ることも可能です。概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ確認チェックの方よろしくお願いします。はい、それではチャンネル登録の方よろしくお願いします。今日も動画最後まで見てくださった方、本当にいつもありがとうございます。コメントや感想いただけるとすごく励みになるので、ぜひぜひよろしくお願いします。あと高評価ボタンもかなり励みになっておりますので、押しといてください。それでは本日の動画も以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またねー。